どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、自分が持ってる一番大きな水槽のことは覚えていますでしょうか？最近見てもらえるようになった方は知らないと思うんですが、実は90センチ水槽を管理してるんです。その90センチが自分の中で一番大きい水槽なんですが、長らく動画で登場しておりません。最後に出したのは6月24日ということで、もう4ヶ月が経ちます。いろいろな水槽を管理している関係上、皆さんが忘れた頃に動画で登場する水槽が多々あるんですが、間が空いてもできるだけ今までの経緯がわかるように動画作りをしていくので、安心して見てやってください。もしよければ各水槽の動画再生リストもまとめているので、他の水槽の動画も見ていただけると嬉しいです。今回の90センチ水槽の再生リストも概要欄に貼っておきますので、まだ見ていない方や忘れてる方はぜひご視聴のほどよろしくお願いします。すべての立ち上げた水槽に関しては動画でお見せした以上、必ずリセットまでお伝えするのでご安心ください。自分が動画投稿を続ける限りは尻切れトンボにならないように気をつけます。誰にも見られなくなったら動画投稿をやめると思うんで、これからも末永く応援していただけると幸いです。というわけで、今回はいつもの忘れ去られた水槽動画ということでやっていくんですが、こんなに間が空いたのにはいろいろ訳があるんです。90センチ水槽ということで、他の60センチ水槽や30センチキューブ水槽と違い、水質が安定しているため、動画でお話しするほどの変化がないというのもあるんですが、一番の理由は水槽の反射です。この90センチ水槽、設置場所の関係で他の水槽の照明ががっつり映り込むため、必然的に自分も映り込みやすくなるんですよ。他の水槽に関してはそこまで気にしなくていいんですけど、この90センチ水槽は撮影するためにわざわざ部屋の照明から全ての水槽の照明を消さないと完全に反射が防げません。カメラに遠偏光フィルターという反射防止フィルターをつけているんですが、それすらも貫通します。なので映り込みに気をつけながらアングルや画角を決めないといけない関係上、気軽に撮影ができないんですよね。あと単純にでかいんで、自分の姿を見せない状態での作業が困難というのも大きいです。まあさすがに4ヶ月以上経って動画でお見せした状態から半年も時間が過ぎているので、ネタもいくつか溜まってきました。ようやく動画にできそうな感じになったので、ぼちぼち動画で公開していきます。それでは早速やっていくんですが、恒例の超スピードおさらいから。半年という長い月日をかけて準備した後、最終的にはいつもの行き当たりばったりでレイアウトを行った水槽で、素材には溶岩石と枝状の流木を使用しています。設置場所の高さが結構高いこともあり、作業は難航しましたが、ある程度形になったので注水を開始。その後日にちが経ってから後継層の植栽を行いました。組織培養水草は全て初めて使用する水草でドキドキしていたんですが、割と順調に育っています。ただ苔も生え始めたので、大和沼エビを導入したところ、木綿糸でくくりつけていたモスが剥がれたりして、対応に追われたというところまでが今までお話ししていた状況です。この後はレッドファントムルブラを100匹ほど導入して、病気に悩まされながらも生態導入まで終わりました。というわけで続きをやっていくんですが、ウィローモスの修復を終えて1ヶ月が経過した状態がこちら。だいぶ後継層がもさっとしてきましたね。さすがは90センチといったところか、壁面の苔はあまり生えてきません。ただ葉っぱには少しずつ苔が出てくるので、大和沼エビには頑張ってもらいます。ミクロソリウムに関してはそこまで変化はありません。悪くなった葉は間引きしつつ、残りの苔取りは大和に任せてます。
左側のミクロソリウムナローリーフもそこまで変化はないですね。この変化がないというのが陰性水草のいいところ。あんまり成長しすぎると大変なことになるんで、管理の落差が身に染みてわかります。肝心のウィローモスなんですが、接着剤でしっかりくっつけたことによって、ヤマトの引き抜きには耐えることができました。しかし、どうしても新芽が食い荒らされるので、南米ウィローモスの特徴である綺麗な三角葉にはなってません。それでも通常のウィローモスとは違い、少し明るめで存在感のある感じは好きですね。そして石との隙間にポンと置いているブセファランドラクダガンは結構順調です。光が強すぎないかなと思ってたんですが、そんなことはなく元気に成長してます。葉が硬いからか苔にも強く、ヤマトの食害で若干葉に穴が開くことはありますが、他の水草に比べて育成は容易に感じてしまいます。右側に置いているクダガンはこんな感じ。個人的にはこのクダガンがとても好きです。右の前方に置いていることで存在感も割とありますし、何より成長がよく見えるのが嬉しいですね。頻繁にドリルを発見するので、購入時よりもでかくなってると思います。2つ合わせて1万円超えてるんで、これから成長してどれくらい株が増えてるのかが楽しみです。こんな感じで一見順調に見えますが、実は問題も発生しています。その一つがこちら。流木についているふわっとした芝生状の苔です。この苔、個人的にはすごく嫌いで、アクアリウム始めたての頃に痛い目を見たのもあって、苦手意識がすごいです。最近はヤマトヌマエビが勝手に食べてくれるんで、気づいたらなくなってることも多いんですが、これが水草を覆ってしまうととんでもないことになります。まだ壁面やレイアウト素材についているうちは可愛い方です。それこそ成長の遅いミクロソリウムなどの柔らかくて苔に侵されやすい水草には大敵です。そしてもう一つの問題がこちら。ソイル流出です。これ、前景部分にソイルを敷いているんじゃなくて、流出しているソイルが床を覆い尽くしているだけです。本当はここにソイルじゃない定床を敷こうと立ち上げ時に考えていたんですが、このソイル流出がひどすぎて未だに定床を敷けておりません。これもどうにかしたいんですが、いかんせんメンテナンス性を無視したレイアウトにしてしまったため、作業は困難を極めます。そんな感じで地味に問題は発生してたんですが、この頃から CO2 添加装置にも異常が出てきました。自分は基本的に60センチ水槽以上はディフューザーを使わず、水槽内をすっきりさせるためにインライン化しているんですが、目詰まりが起こったのか何なのか添加がストップ。少し苔に押されていることもあって、早急に対処しないといけないということで買ってきました。ADA パレングラスビートルです。偶然この時にフリマサイトで格安出品されてたので思わず購入しちゃいました。旧ロゴがいい味出してますね。大型水槽になるとそれなりの大きさのディフューザーが必要になってくるので、願ったりかなったりでした。これは確か大きさ的には中間の直径40ミリだったと思うんですが、数千円で購入できてほっこり。本来なら1万3000円くらいしますからね。さすがに新品じゃ買えません。ということで、せっかくかっこいいパレングラスになったからということで、今回はこちらも購入しました。すっきりレイアウトパイプピタットセットです。価格は確か3、400円くらい。これはエアレーションや CO2 添加の配線をすっきりさせるやつです。エアチューブとかって透明でも水に浸かるとすぐに白くなるから目立ちますよね。それを透明で硬いパイプに変更して見た目もすっきりさせようというアイテムです。超安くて付属品も充実しているので、水槽内の配線関係に悩んでいる方にはおすすめ。中には透明の柔らかいチューブと
硬めのプラスチック製のようなパイプが2本入ってます。そしてキスゴムも4個付属しているという充実のラインナップ。これは硬いパイプに差し込むことで固定ができるいいやつです。ただ今は透明なチューブとキスゴムも時間が経つと真っ白になるので注意。接続方法はまず最初にパレングラスビートルに透明のチューブをつけます。よく CO2 添加で間違える方がいるんですが、ガラス製のディフューザーに耐圧チューブはつけないようにしましょう。最悪割れます。基本的にはこういう柔らかいエアチューブを取り付けてください。そして長さを決めたらカットして、そこに透明のパイプを接続します。できるだけたるみがないように押し込んでいるんですが、これが限界でした。続いては設置する水槽に合わせてカットするだけです。というわけで設置した後の状態がこちら。結構いい感じですね。ちょっと気泡がでかいように感じますが、まあかっこいいから良しとします。もしかしたらハイターにつければもっと細かい気泡が出るかもしれませんね。 ADA のディフューザーは詰まりやすいと有名なので、定期的なメンテが必要になってきそうです。ちなみに画面外で見えていませんが、せっかくパレングラスビートルを使用しているので隣にはビートルカウンターを設置してます。やっぱりこの2つはセットで使うと様になりますね。ちなみにここで懺悔したいのですが、撮影中にパレングラスの付け方を間違えており、なんかわけわからん向きになってます。本当は1つのキスゴムだけつけて ADA ロゴが見えるようにするのが正しいです。四隅につけるから2つキスゴムつけた方が安定感あってお得じゃんとか思って、 ADA 製品の良さを潰してしまい大変申し訳ありませんでした。ちなみに付け替えるのが面倒なんで、今でもこの状態で運用しておりますことをここにお伝えしておきます。というわけで、いろいろと問題がありつつマイナーチェンジを繰り返している90センチ水槽でした。遠目で見ると結構いい感じに見えますよね。ただ大きい水槽を管理して思うのは、画面越しでは伝わらないアラが結構目立つということです。先ほどお話した苔やソイル流出など、こうやって全体像を映すだけでは全くわからないですよね。自分がいつも見てる他人の大型水槽とかもいろいろ問題を抱えているんだろうなとしみじみ感じております。というか立ち上げて結構経つのに未だに前傾の停止を敷いてないのやばいですよね。なんか暗くて分かりづらいんですが、化粧砂くらい敷いときようと自分でも思ってます。ただあまりにもソイル流出がひどすぎて、化粧砂の上にソイルが山盛りになる未来しか見えません。今後流出問題が解決したら新しい停止を敷こうと思います。見てもらったら分かる通り、結構下あたりが暗い印象になってるので、いつものラプラタサンドを使って明るくするのもいいですね。また続報があり次第動画にしていくので、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。